東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？今季初のバトルオブ九州は 1-1 で引き分けに終わった。首位タイだったロアッソ熊本は連勝が3でストップ。一方のギラワンツ北九州は連敗を2でストップさせている。九州ダービーということもあり、気持ちの入った白熱した試合となった。熊本は前半9分、高い位置でミッドフィルダー高柳一世がボールを奪い、ペナルティーエリア右手前から左にミッドフィルダー清武幸喜、フォワード平重隆一とつないで、平重が右足でコントロールシュートを放つ。ゴール右隅を狙ったシュートはわずかに枠を外れてしまう。対する北九州も同33分、左ゴールライン際からフォワード本山雅史がマイナスに折り返したボールをミッドフィルダー風間幸喜が右足シュートを放つも、ゴールキーパー佐藤昭弘に弾き出される。試合の均衡が敗れたのは後半12分だった。北九州はミッドフィルダー井上翔太の左からのパスをミッドフィルダー小手川幸喜がペナルティーエリア手前からダイレクト右足シュート、強烈なミドルがゴール左上に突き刺さり先制に成功する。しかし後半17分にフォワード牧誠一郎、同26分にフォワード斉藤圭太を投入した熊本が終了間際に同点ゴールを叩き込む。同44分、ロングボールをペナルティーエリア内左で牧が競り勝って斉藤がゴールライン際から中央に折り返す。これをこの日25歳の誕生日の清武が左足で流し込み、土壇場で同点に追いつく。最後まで意地と意地がぶつかり合った試合は 1-1 のまま終了し、勝ち点1を分け合った。試合後のインタビューで同点ゴールの清武は、最後冷静に流し込めてよかった、決められても全員が落ち着いて追いつけるという気持ちがあったので、そこはすごく良かった。だった、チームが勝てなかったことは悔しいと、バースデーゴールも笑顔はなかった。